グスタドルフの死の直後、突如として鳴り響いた轟音。それは岩壁城を崩落させ、その奥にある溶鉱炉を跡形もなく破壊した。建国以来、エスフロストの力であった鉄と火。その二つが、灼熱の溶岩さながらに、自らを育んできた町を容赦なく飲み込んでいく。私たちの町が！逃げろ！巻き込まれるぞ！これは何が起こったんだ？溶けた鉄です！岩壁城から溶鉄が流れ出している！城には広告が作った製鉄所が、そしてノゼリア最大の溶鉱炉があります。きっとそれが破壊されたのでしょう。溶鉱炉破壊？一体どうやって？ベネディクト様、さっきの轟音、ひょっとしてあれは、おそらく大金砲の発射音だ。何者かが大金砲で溶鉱炉を吹き飛ばしたのだ。しかし誰が何のために？ドラン様、城に誰かいます。スバローグ、あいつがやったのか？仕事を我らを倒すつもりだとしたら、まずい。大金砲で狙い撃ちにされる恐れがあります。自分たちの民を犠牲にするつもりなのか？セレノア殿、私は民を避難させる。ウォルホート家はスバローグを止めてもらいたい。わかりました。民を頼みます。岩壁城へ急ぐぞ。恩を返さねばなりませんね。はは、嬉しいものですな。その名に恥じぬようにせねば。スバローグ殿、何が起こったのですか？わしが城の溶鉱炉を大金砲で破壊したのだ。一体なぜ？見ての通り、エスフロストを終わらせるためだ。吹雪と共に溶けた鉄に沈む。この国の最後にふさわしい光景だろう。自ら町と民を焼くとは、血迷ったか、スワローグ！わしは至って正気だ。少なくとも、得体の知れぬ女神教に国を差し出す者どもよりはずっとな。それは誤解だ。我々は新しい時代を作るために。もはや言葉は無用。貴様たちの思惑に興味はない。
未来に野望を持っていた者たちはもう死んだ。ドラガンもグスタドルフもタラースもエリカも皆死んだ。残ったのは老いたわしだけ。わしには若者らの野心を受け継ぐ力も時間もない。スバローグ。だがせめてなせることをなさねばならん。無念を抱えて死んだあの者たちのためにもわしの手でエスフロスト公国の歴史に幕を引くのだ。民と町を溶鉄に沈め全て焼き尽くす。貴様らには何一つ渡さん。ノゼリアの歴史に何者にも屈しなかった黒金の魂が存在した証を刻みつけてくれる。絶望に飲まれたかスバローグ。犬、エスフロストの魂は決して折れぬ。たとえ女神の力をもってしてもな。最後の仕上げに町に大金砲を打ち込む。邪魔をするな。これ以上民を巻き込むことは許さない。お前はここで討ち取る。あくまで邪魔をするかならば全員道連れにしてくれよ。承知しました。了解しました。あんたの頼みじゃ。了解。わかりました。
スバローグ殿、我らは道を共に歩めたはずだ。セレノア殿、わしにも譲れぬものがある。気候にはまだわからんだろう。王国の名誉はわしが守る。我がエスフロストと共に赤き鉄に沈め。最善の手は。油断はなさらず。やめいたぞ。わしが行こう。止めます。どうだ。さあ行こう。考えよう。私の番だね。
回復はお任せを。この木を生かしてください。よし、見てろよ。私ですね。切られて死のうが切られて死のうが同じだ。だがそれは貴様らを倒してからのこと。手はセンサー。えどう攻めるか。支えなくちゃ。行っちゃいます。私ですね。ジャカジャカチーン。邪魔はさせんぞ。いい判断です。仕留めます。私が行こう。恐れをののけ。
見てろよ。イカズチよ。僕の番か。巻き戻れ。冷静に行きましょう。これが私の役目です。助けはいるか。構え。努力は怠らん。どう攻めるか。勝利のために。よし。行ってらっしゃい。わしが行こう。やったな。やってやる。負けられない。使うんだ。ありがとう。どこへ飛びましょうか。狙いを定めて。
ぞ。くらえ。バカな。必ず勝つ。行きますか。皆さんのために。すまない。最善の手。息をつかねば。助かる。行くぞ。わしが行こう。どうだ。セレノア殿、そなたの父上が羨ましい。優れた跡継ぎが生きている。ドラガン殿が生きておられたらこの幕引きをどう思う。なぜ万雪を汚すような真似を。女神の紡ぐ歴史は我がエスフロストの歩みを改ざんし平然と汚していくだろう。ならば滞在と共にここで終止符を打つ。エスフロストはわしが終わらせる。スバローグ殿、ここから始めるべきだとなぜわからない。やってやる。覚悟せい。苦しかろう。さあ行こう。はあ。今こそ。たら苦しかろう。行きます。ありがたい。これでどうだ。しっかり考えよう。行ける。行きます。
必ず勝つ。勝利への糸口は通しましょうか。助かる。名誉を守る、その心は理解できる。だが時としてそれは狂気にも映るのだ。スバローと私は残念でならない。あなたにはこの先があったかもしれなかった。この国を守るにはこうするほかない。先などいらぬ。わしは名誉と共に果てると決めたのだ。私のできることを。これが私の役目です。ありがとう。スバローグ様、どうしてこんなこと。ここにはご子息との思い出も眠っているはず。だからこそ女神に蹂躙される前にわしと共に灰にする。その覚悟を別の方向に向けることができたなら。まだやれる。我が盾を見よ。ジャジャ、見てろよ。奥の魔法で。このままやられるわけにはいかん。差し違えてでも。どこから攻めるか。くれ。無理に動けば死期を早めるだけだぞ。まだだ。この程度で我が魂は折れぬ。わしに力を貸してくれ、ドラガン。スバローグ、なぜそこまで。時代を作るのは常に熱意ある若者だ。それは。そう。
ドラガン殿の言葉だ。彼こそまさに熱意を持った若者だった。その夢は新しい時代、国の枠を超えたノゼリアを作ることだったはずだ。ああ、野心はあれど断じてこのような破壊を願うような男ではなかった。よくわかっている。あれはわしのたった一人の息子なのだ。才能のある自慢の息子だった。だのにわしは何も報いてやれなんだ。グスタドルフも死んだ。もう仇を討ってやることすらできない。すまぬすまぬドラガン、どうか父を許してくれ。父親の息子への思いとはかくも強いものなのか。スバローグの暴走は決して許されるものではない。だが俺は少しドラガン殿が羨ましい。そうですね。セレノア様、決着はつきました。民の避難と被害の把握を急ぐべきかと。うむ、手分けをして当たろう。スバローグ、ドラガン殿に会えたら伝えてほしい。岩塩と貴殿の意志は俺たちが受け継ぐ。必ず新しい時代を作ってみせる。溶鉄の流出は止まったが、ひどいものだな。はい、しかしスバローグが町にも大金砲を撃っていたらもっと被害が出ていたはずです。セレノア殿、無事だったか。エグサーム殿、民は無事ですか。案ずるな。民兵も含めほとんどの民はハイサンド軍が保護した。最悪の事態は避けられたか。感謝します。スバローグは倒したのだな。はい。ならば最悪どころか我らにとっては上々の結果だ。スバローグの暴走を明らかにすれば結束していた民の心もエスフロストから離れるだろう。しかも大書院も焼け落ちた。処分する手間が省けた。大書院を処分？何のことです？実は教皇から密命を受けていたのだ。エスフロスト大書院を蔵書ごと抹消せよとな。なぜそのような暴挙？大書院の蔵書はノゼリアの地の結晶ですぞ。だからこそだ。知識は人の欲望を刺激する。女神の教えを広めるには邪魔なのだ。率いる側の人間のみが知識を持てばよい、そう言われますか。そこまでは言わん。だが実際エスフロストの野望の裏付けとなった大金砲は大書院の知識から生み出されたと聞く。知識は正しく律すべき。それが教皇のお考えなのだ。確かにオルレアの式のような書が他にもあれば女神教は揺らいでしまう。そうだ。とはいえ公然と大書院を潰せば強い反発は避けられなかった。スバローグが焼いてくれたのは幸いだった。これで
エスフロスとの併合もやりやすくなる。我々は手柄を上げ、ノゼリアには平和と平等がもたらされる。すべて望み通りだ。そうだ、これが俺たちの望んだ道だ。ノゼリアの平和と平等のために。セレノア・ウォルホート、参上いたしました。同じくロラン・グリンブルク、参上しました。二人とも成人の衣装がよく似合ってるじゃないか。本当に、まるでずっと以前から七成人だったかのようだ。待っていましたぞ。ノゼリア統一に最も貢献した貴公らに、教皇は新たな称号と任務を与えようと仰せです。まずはセレノア・ウォルフォート、汝をハイサンド領グリンブルクの執政官に任じる。はっ、かしこまりました。続いてロラン・グリンブルク、汝をノゼリア新鉱山および円弧の監督官、死後の番人に任じる。はっ、ありがたき幸せ。三国は一つとなりました。女神の教えによる新たなノゼリアの歴史が始まるのです。七聖人として民を率い、女神と教皇に忠誠を尽くしてもらいたい。はい、新たなノゼリアのために。ノゼリアにあまねく女神の加護があらんことを。かくしてノゼリアは聖ハイサンド大教国によって統一され、すべての民に潮の女神への信仰が強制されるようになった。自由は失われ、女神を認めない者、教えを破った者は容赦なくハントとして捕らえられ、ローゼル族と同様に円弧や岩塩鉱山で酷使された。しかし統一によって争いはなくなり、塩は信徒たちに平等に配られるようになる。女神教を受け入れた多くの民には、以前より穏やかで幸福な暮らしがもたらされた。人々はその安寧を女神の加護と尊び、円弧と地の底からもたらされた塩を握りしめながら、感謝の祈りを捧げた。しっかり町の様子も変わったな。ええ、あちこちに潮の女神像が建てられるようになった。代わりにかつての王国を忍ばせる建物はどんどん取り壊されていく。少し寂しいですね。いや、皆が女神の下で平等になった証だ。おかげでこんなに穏やかな世が訪れた。俺が願った世界だ。
あなただけではありませんよ。これは私が選んだ世界でもあります。そうだったな。だからこそ俺たちが守って行かねば。これからも頼りにさせてもらうぞ、セレノア。こちらこそ。おっと、そろそろ出発の時間だ。ハイサンドに戻らねば。途中までお送りしますよ。ここでいい。お前も忙しいだろう。城へ戻ってくれ。わかりました。ではまた会いましょう、ロラン。潮の女神様、今日も僕と妹に加護を与えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。女神様のもとにいるお父さん、お母さん、聞こえますか？私たち、女神様のおかげで幸せだよ。うん、毎日ご飯を食べられるし、みんな優しくしてくれるんだ。だから、二人とも心配しないで。これからも、女神様と一緒に私たちを見守ってね。あの子たちは、あの時の兄弟。そうか、幸せに暮らしているのか。よかった、俺の選んだ道は間違っていなかった。グリンブルク王家がなくても人々は笑顔で生きていける。そう、それでいいんだ。それで。お兄ちゃん、行こう。あら、ジーラ様。こんにちは。何か困っていることはありませんか？おかげさまで何一つ問題はありませんよ。ねえ。ええ、潮にも困らなくなったし、暮らしも随分良くなりました。みんな、ウォルフォート家が選ばれた道に満足していますよ。それはよかった。問題があったら何でも言ってくださいね。はい、もちろんです。そういえば聞いた？例の教祖様の噂。ああ、あちこちで妙な教えを説いてる二層のことだろう。確かセントラリア教って言ったか？それよ、果てしない縁故だの、ノゼリアの真の歴史だのを語って待っているらしいじゃない。ああ、なんかそんなことを必死で訴えてたな。実は俺見たことがあるんだよ。え、どんな人だった？ああ、剃髪していたが美人だったよ。熱心な信者も何人かついてるみたいだ。要するにその人、女神教を否定してるんでしょ？ウォルフォート家に報告した方がいいんじゃ。いや、その必要はないだろう。まともな人間はあんな話を信じないよ。俺が見た時も最後には皆に石を投げられて追い払われていたしな。ならいいけど、一応信者がいるんでしょ？なんだか怖いわ。ははは、心配ないさ。俺たちには潮の女神様の加護があるんだから。あなたはローゼル族を救うために今も戦っているのね。変わらないまっすぐな心のままで。
ー。